ブレンニリス原子力地区は、フランス共和国、フィニステール県、ブレンニリスと、ロックフレの近傍に所在する、原子力関連施設。かつては、原子力発電所であった。施設は、サンミシェル貯水池の東側にあり、ブレストの東 45km、ロリアンの北西 80km に位置している。原子力庁主導により、実験原子炉の建設は1962年に、 開始された。形式は低濃縮欄を燃料とし、重水と冷却された二酸化炭素を用いたガス冷却重水炉で7万キロワットの発電能力があり、1966年12月23日には原子炉の大部分は完成し、1967年7月9日から運転を開始する。しかし、1971年に政府は アメリカ合衆国で開発された加圧水型原子炉を主力原子炉とすることを公表し、以後のフランス国内の原子炉技術の方向性が定まった。1975年8月15日、2度の爆発でタービンが消破し、多数の窓ガラスや電話機が破壊された。これについて過激派のブルターニュ解放戦線が反抗声明を出す。 1979年にもブルターニュ解放戦線イコールブルターニュ革命軍によって発電所入り口にあった送電鉄道を2本が破壊される。これはテロリストによって原子力発電所が創業を停止した最初の事例となった。ブレニリ原子力発電所はフランス最初の原子炉解体のモデルケースとなる。原子力庁とフランス電力は 後続する廃止のためのモデルとして活用できるよう透明性のある作業工程を作成する意向を発表する。作業工程は3段階に分けられる。第一段階は1985年に開始し燃料交換停止され核燃料は使用済み燃料プールに保管されるも所内にあった核燃料は最終的に別の場所に移送される。1995年に 校長会が開催され、第2段階に至る部分的解体に着手する。1996年には、所内の緑化のための事前調査が1999年内に提出されると決定される。1996年以降、すでに建物3棟が解体されている。2000年12月13日、地下水位の上昇により化学処理施設内が浸水する。 2001年1月には統合中枢施設で火災が確認される。2005年に第2段階は正式に終了する。第3段階は主に原子炉圧力容器の抑制が含まれ現在進行中である。原子炉建屋の解体は2015年から2020年までが予定されており、2006年2月9日で暮れによって原子炉大部分部の解体が承認される。 核原子炉の特性は以下の通り、ありがとうございます。